さて、おっ始めるか。これは。お墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。
と本気でしょうか。助けてくださいお願いしますだろう。てめえそんなに姿勢が。命をかけるなんざバカのやることだろ。リッケルト、さっきはその、すまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけど、ここにいていろいろ、大切なものもできちゃって。気が気でないのはわかってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。Yeah!
逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このドス黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ。無理やりでも何でも今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だけどよ。だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまだ繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。まだそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。